C404SD バは、ソニーが日本国内向けに開発、及び発売した au ブランドを展開する、KDDI、および沖縄セルラー電話の第二、世代携帯電話端末である。C401SAC402 で C403ST と共に、イスウェブ、メールサービス対応第一号機で、au 初の音楽再生機能付き端末である。 マジックゲートメモリースティックスロットを搭載し、当時の MS ウォークマンと同様メモリースティックオーディオに準拠し、オパンムグジュークボックスでリッピングしたアトラック 332-105-66kbps 形式の楽曲を再生できる。付属品として 64MB のマジックゲートメモリースティックのほか、同社のウォークマン用に似た音楽再生用リモコンがあり、 音楽再生中に着信があった場合でも、イヤホンマイクとしてそのまま通話することができた。ステレオミニジャックと兼用の光オーディオミニジャックが装備されており、付属ソフトの動作環境に対応した Windows PC がなくてもこの端子に CDMD などのポータブルオーディオプレイヤーあるいはミニコンポー、ステレオミニ、または光デジタルオーディオケーブルを介して接続することで、 本体に挿入したメモリースティックに録音することができた。対応するメモリースティックの最大容量は1 2 8イトまでとなる。なお、6 4イトのマジックゲートメモリースティックが同梱された通常版のほか付属品からメモリースティックを省くことで価格を抑えた C404SD バライトも後に登場した。携帯新製品ショーケース AUC404。 SK イウォッチ2000年12月7日、ありがとうございます。